はいどうぞはいということで今からですね、えー、ここからガングレビューでございます、えー、今手に持ってますのはですね、えー、まあもちろん今現行の仮面ライダー仮面ライダーがイムに出てきます、えー、ロックシートでございますでまあね今ディケイドって発音しましたんですけど、えー、これですね ですね。破壊者オンザロード。ね。あのー、まあ、こういうその、まあ、本編、いわゆる仮面ライターガイムの本編では直接は関係はしてないんですけど、えー、まあ、映画の中でですね、えー、ディケイドも出てきますし、ガイムと共演したりとかね、あします。非常にこの、あの、こういう、なんていうか、ングっていうのは現在ではですね、そのメインのテレビ番組の中、 それから映画の中に登場してきたものがいろんな玩具に生かされますね。でメインの道具あの例えばベルトだとか、えー、それだけじゃなくて食玩にそのなていうか、えー、メインの変身ベルトの音を引き出すための、えー、こう ねえー、ロックシードであったりとかメダルであったりとか、えーまあ、ちょっと遡りますけど、えーあのーね、ガイアメモリーとかですね、えー、そういう広幅の広がったものが今確立されておりますだからいろんなその食玩買ったりカプセル買ったり、えー、メイン買ったりすることで。 あの集めるコレクション性っていうのはね非常に高,い高くなったあ玩具マーケットになってるわけなんですけどでこのねあの、まあ、ディケイドをなんで取り上げたかっていうと、あのー、こういうその現在の形を培ってきた、まあ、最初からそうじゃなかったですからね、えー、培ってきたきっかけになったのはですね、えーまあ、きっかけっていうか大,い大きな意味でその転換期を迎えた時にはあのディケイドの存在っていうのはちょっとね出しとかなきゃいけないなとちょっと思ってるんですね。 えーまあ、正直な話、ですね仮面ライダーシリーズの中では仮面ライダー竜旗というのがございましたで仮面ライダー竜旗の中で初めてですねカードを使って、えー、いわゆる当時カードゲーム、ね、カードゲームのゲームバトルが結構流行ってたたそ,それをその玩具に生かしましょうよというアイデアが使われて非常にこうヒットしたんです、ね、売り上げも良かったそうです。 でそのカードをその武器でこうスキャンをして読み込まして、えー、パワーが変わったりとかねいろんなその攻撃モードが変わったりとかするっていうのがあったわけなんですこの考え方ってのは非常にもう受け入れられてで、まあまあ、そのヒットしたわけなんですけどあの平成ライダーの10年目となりました、まあ、そのディケードまあディケードっていう言葉自体がその10年ということを言うわけなんですね、まあ、あの例えば 100年だったらセンチュリーって言いますよね。うん、センチュリーが100年でディケイドが10年と、ねまあ、ちょっと英語で覚えておきましょうディ、あのー、ケイドが登場したこの時のおもちゃは完全にそのカードゲームを意識してますで、えー、それまでね例えばディ、まあ、ケイドの前がちょうど「仮面ライダー」キ牙だったんですね牙で,でも、ね、その確かに連携したおもちゃあったんですよ。 食玩用とかカプセルとかにあったんだけど、えー、あの時はホエフ,エフエッスルか、ねえー、覚えてる方もいらっしゃるかもしれませんけどキバットベルトにこの、ね、フエッスルを挟み込んで、えー、音を起動させるというやつだったんですけど、えー、その食玩もガチャもあったんだけど残念ながらそのホエフエッスルっていうそのものは笛になるぐらいで時には笛になってないものもありましたねあまりねプレイバリューっていうのがなかったんですよ で、玩具自体もその比較的安い、いえばプラスチックの塊だったんで、そのフエッスルは、えー、200食あのガチャガチャでも多分200円もしなかったんじゃないかと思いますね。200円ぐらいだったんじゃないかな。うん。まあ、非常にその広がりとしてはあったんですけど、いまいちプレイバリューがないねという感じだったんです。ところがね、ディケード、牙の後に出たディケードは、あの今まで、それまでの,そのなんていうかな、マーケットをまた余計にね、 広げる大きな可能性をんですね。で,なんでかっていうとですね、まあ、ちょっと今日はそのディケードドライバーを持ってきております手元にですね、えー、でディケードドライバーっていうのは、まあ、カードねカメライダーディケードっていうのはカードで、えー、返信をするそしてそのカードの返信は、まあ、ちょうどその10年平成ライダー10年をですねあのお祝いするお祭りの意味もありましたんで、えー、10人のね、まあ、残りの9人のライダーの能力 を、えー、受け継ぐこととができるとだからカードさえ持ってればそのカードで、えー、残りの9人のライダーのです、ね、力を、えー、発揮することができちゃうと非常にねコンセプトが違ってたんです今までとはそれまでったずっと1人のライダーがいあのなんか3つぐらいフォームが変えましたとかね、えー、1人のライダーがフォームが変わるだったんですコードは違ってましたからねディケイドの場合は1人のライダーで9人分出ちゃうんですよね まあお祭りというイメージがあったわけなんですけどでもこのアイデアも受けましたしあそれからね、あのー、何よりも、えー、お客さんつまり、まあ、そのファンですよねファンの皆さんがねえこれってひょっとしてあの時のライダーの音も入ってるのっていう予感があるんですよ。でどういうことかっていうとちょっとやってみましょうかね。 例えばね、9人のライダーの変身能力を受け継ぐわけなんで、9人分の変身音が中に入ってるわけなんです。でちょっとエンジン、エンジンじゃない。<laughs> 起動してみましょう。リケードライバー起動します。どうですかこの音。懐かしいでしょはい。で、カードで変身するわけなんですけど、例えばね、平成第1号だったクーガーでございます。クーガーのカードを入れてみます。 クーガの変身音が入ってるんですよこれにねみんなもう燃えちゃったんですよえもっともっと聞きたいということになるわけですねでこのカードを出し入れするときにさちゃんとこのスキャンして読み込んでくれるわけなんですよこのスキャン機能がすごいねうんでえー、ちょっとバッとやって今どんどんやってみましょうね今度はねあの平成あの、えー、次のライダーがアギトですね平成の2号ライダーでしょ <laughs> アギトはいで、ね、こちらの方でちょっと起動してみますよ ね、アギトの変身音じゃないですかもうこれみんなねもうこれがどんどん好きになっちゃってあのライダーの音は知りたい聞きたいとかっていうね、えー、思うわけですよで続いてはこのね、えー、カードのね、えー、機能を仮面ライダーにもたらした龍起をやってみましょうね隆気をかけますあ時々ねカードのエラーが出るんですよこれちょっと気をつけなきゃいけないんだけどねゆっくり入れましょうはい 続いて、えー、大変ガングも売れましたファイズね、えー、サメをテーマにしたあのデザインらしいんですけどわずかにあの背びれのデザインがね頭のアンテナとして残っているという非常にユニークなものなんですけどねあのピコピコピコって音聞くとあ あの憧れのファイズドライバーみたいな続いてブレードでございますはい仮面ライダーブレードあこれエラーになっちゃいますねもう一回仮面ライはいそして、えー、ブレードの後に登場したのが響でございますね えー、ガンムの売れ行きとしてはいまいちでございました残念だったですねで仮面ライダーベルトというものがちょっとあったんですけど今までのベルトの概念と違ったんでしょういまいちちょっと受けも悪かったんですねはいでも海外では非常にね人気がある、えーね、評価の高いライダーの一人でございますはい行きましょう はい和風のね、えー、仮面ライダー鬼をテーマにしたあライダーでございましたそしてここからで、ね、また大進撃が進むあるんですよねカブトが始まりますこれが大ヒットカブトのね、えー、のゼクターで、ね、ゼクトドライバーですかね、えー、あれが非常にブトとゼクターかカブトゼクターが非常にね人気が高かったですねあエラーになっちゃったよゆっくり入れましょうはい フンっていう音がね聞くだけでなんかちょっとこう燃えちゃうという人もいるでしょうそしてカブトのです、ね、人気をつ受け継いだのが、ね、伝王でございましたこれがまた「電王」が売れましたねいろんな映画あ,あとアニメもちょっとね、あのー、出たっていうことで声優さんたちのファンがいっぱいつきましたね はい、電ライナーの音が聞こえましたですねはいそして電話の後に出てきたのが先ほど言いました牙でございます、えー、おもちゃの売り上げ的にはいまいちではございましたでこれもまた面白いところで海外の牙、えーあのー、ファンというのは非常に多いんですねいまだにね牙のねあのキバットベルト人気が高いでございます<バ>ねっ あのいわゆるバンパイア吸血鬼をテーマにした、ねえー、ライダーでございましたそして、えー、これも、ねあのー、この後がディケードになってくるわけなんですけど、えー、牙で登場したね暮れない君が、えー、登場してきて、えー、ディケードにその役割を伝えるという、ねえー、非常に番組的にはです、ね、ディケードとほぼつながってるそしていい意味で、えー、ディケードにあのバトンタッチをしてましたですね はいでちょっとディケードそのもののカードをちょっとね、えー、起動していますねディケードが変身するときはこのカードを使いますはい変身しますエラーでした <laughs> エラーじゃんもう一回いきましょう使いすぎたどうした <laughs> いきなりプップップンって <laughs> えダメなの俺ではダメなのか俺では もう一度はいちゃんと変身できたじゃないねでえデ、ー、ィケードの特徴っていうのはねまあデザイン的にもですねあの一目で分かりますが非,非常にインパクトがありましたバーコードですから顔全体がバーコード ね、で、えー、このバーコードというのがもうそのまんまこのテーマになってますね。いわゆるこのカード、カードは、ね、全部バーコードが刻まれてます。で、えー、バーコードを読むことによって、えー、変身しますんで、それをモチーフにして、ね、デザインしちゃうっていうのは、ね、なかなかのアイデアでございますね。で、まああのー、いろんな、ねあのー、ライダーのです、ねえー、能力を受け継ぐということで、 変身能力だけじゃないですね。その特殊な武器として <laughs> ライダーを変身させてしまうライあの変身してライダーですよまずねそしてね <laughs> ややこしいんだけどへライダーをさらに変身させちゃうんです武器にもうねこれがね皆さんのねオタク魂にこのこう火をつけましたんですねでちょっとピンとこないかもしれないけど紹介しましょう例えばですねクーガー え、クーガーはですね、え、クーガーゴーラムっていうですね、乗り物がございましたけど、え、なんとディケイドが、あの、違うカードを使ってですね、え、クーガーをちょっとくすぐったいぞと、ね、背中からですね、背中ちょっとこうポンと触るとですね、クーガーがクーガーゴーラムという乗り物にですよ、変形しちゃうわけなんです。で、あの、実際にこの時ね、ファイナルフォームライトシリーズっていう名前の、あの、玩具、これ私たちも扱ったんですけど、 よく売れましたね。あのー、非常に安い。まあ、まあ、とっても3000円ぐらいの、あのー、アクションフィギュア。関節がついてるんで、こう、結構動くんですけど、動くだけじゃないんですよ。本当にね、ファイナルフォームライド。変身しちゃうんです。どういうことかっていうと、いわゆる、いわゆるパズルみたいなもんですね。うん。あのー、ルービックキューブでこう、パンパン色変える。色変えるだけじゃないんですよ。人形型の、 人まあ、まあ仮面ライダーの形になっている人形を形をこうポンパンとあちこち追っていくでしょ首を後ろに曲げたりとかね背中を折り曲げたりとか結構無茶なことするんですけどそうすると乗り物になったりとか大きな銃になったりとか、まあ、あのそれぞれの仮面ライダーに関係している武器に変身するんです面白いちょっっと空ご覧やってみましょうちょっとくすぐったいぞ という感じでこのこの後にですねあのこうクーガがボワーンと浮かんでですねえーえーえー、みたいな大変身をするわけですねちょっと人間扱いじゃないですはいはっきり言ってまあこれはね非常にユニークなあの展開でございましたしあ非常にこう新しいマーケットをね、えー、作ったと思いますね。 まあこれだけね、あのー、面白い音をもあの中に内蔵している、ね、ディケードドライバーなんですけど今、私手に持っているのは実はです、ね、再販されたものなんですで。どういうことかっていうとあの最初の番組、ね、カメラでディケードをやっている時にで発売されたのは DX ディケードドライバーで、ね、あまりにもね人気が良くてあのバンダイさんも、ね、これはちょっと番組シリーズ終わってもやってみようかなみたいな感じで新しいシリーズを出したんですよ。 スーパーベスト変身シリーズ、ススーーーパベト変身シリズそして DX ディケイドドライバーということで、えー、これ以後ですね、あのー、今のところ出てるのが電王のスーパーベストあ変身シリーズではディケイドベルトでしょ、あそれから電王でしょ、でえー、っとその後にあそうですかにダブルですね、ダブルが来て、あと空が,が,が出てない、あのーえー、オーズが出てますね。はい で今ね私たちの,その、まあ、おもちゃ売ってますけどやっぱり主力になってますねいわゆるライダーのベルトっていうのはそのライダーの放映期間中だけ発売されてあと生産終了っていう感じがいつもだったんですけどもうこれねあのこれはもう嬉しかったですねおもちゃ屋さんとしても非常に嬉しいですけどファンとしても嬉しいですでいまだにですねこのディケイドベルトそれからあの他のねスーパーベスト変身シリーズも 非常にね定着した安定した商材になってるわけなんですはいで、えー、まだまだ中にはねたくさんの音が入っているようであの中にはこれを分解してですね <laughs> 好きな人いますね分解して、えー、解析をしましたねでその解析したデータをカードに貼って作ってでまあアップロードして皆さん使ってくださいねみたいなことやってる人もいるし、えー、いろんな改造を楽しんでる人たちがいまだにいるということで非常にね あの単に受け身で「あ楽しいね」とかっていうだけじゃなくてそのオタク心を非常にこうくすぐる可能性を見せてくれるみたいな面白いトイラインになってますね。ということで、えー、今日はですねこちらねこちらの d k イドからですね「電、え、信、ー、ベッド DXDK ドライバー」を。 ご紹介しましたまた街中でですね是非見かけましたらあこれかっていうふうにねちょっとねあの見といていただきたいなと思いますおすすめでございます。